ミネツカ古墳は奈良県天理市蕎麦の内町にある古墳。形状は円墳。蕎麦の内古墳群を構成する古墳の一つ。史跡指定はされていない。奈良盆地東園、東から伸びる小丘陵尾根の南居に築造された大型円墳である。1969年に天理大学歴史研究会による測量調査が実施されているほか、これまでに発掘調査は実施されていない。 噴景は円形。噴球は三段蓄成で、一段メスソは直径35.5メートル、二段メスソは直径28.4メートル、三段メスソは直径17.6メートルを測り、噴球全体としては高さ約5メートルを測る。噴球表面では、業界岩質砂岩の長方形切り石によるレンガ状転石が認められる。また、 分級周囲には集合の可能性が指摘される。主体部の埋葬施設は両袖式の横穴式石室で南方向に開口する。花崗岩の巨石の切り石を用いた整備な大型石室で岩や山古墳に類似する岩や山式石室になる。早い段階で洞窟にあっているため副葬品はつまびらかでない。この、 ミネツ古墳は古墳時代終末期の7世紀前半引く中央頃の築造と推定される。当時としては大容領クラスの石室が構築された古墳として奈良県内では代表的な終末期古墳の一つになる。付近では大型の終末期古墳として塚穴山古墳も知られるほか奈良時代の墓として成功な怪獣武道橋が服装されたそ麦の内科僧墓があり、これらを 物のべしの主張母とする説が挙げられている。また、斎明天皇陵の可能性のあるいは矢山古墳の石室と同形式である天、本古墳の天石で使用された天理砂岩の切り石は、最明朝の坂船石遺跡でも使用されている点から、斎明天皇期に活躍した被装者像が想定される古墳になる。石室原室参考。 オタリ古墳石室主体部の埋葬施設としては、両袖式横穴式石室が構築されており、南方向に開口する。石室の規模は次の通り。石室は、花崗岩の巨石の切り石が用いられた、整備なものになり、石材のうち大きなものでは、幅4.5メートル、高さ1.2メートルを測る。原質は、奥壁、側壁とも2段積みであり、目地には、 漆喰が使用される。原質の天井石は3枚。石室の形態としては、岩や山古墳と同様の特徴を有しており、岩や山式石室と捉えられるが、岩や山古墳石室とは、原質は同規模であるものの沿道は短縮されている。また、小谷古墳石室とは、ほぼ同一設計になるとして注目される。全時代には、 各地域の有力豪族同士で、石室が煮る例は少ないが、終末期に入ると、小谷古墳と峰塚古墳のように地域を越えて、同一設計で石室が築造されるようになり、石膏集団が豪族管理から朝廷管理に移行した様子が示唆される。ありがとうございます。